まずプロとアマの決定的な違いですね。トップからの動き方にあります。耳のラインよりも前に出ると良くない、ここの耳のラインよりも前でないで振り下ろせるといいですよと、これがポイント。肩にクラブが当たったままにしておいて、肘を少し上げて下ろす感じで1、2、3で下ろします。見ていくうちにね、やっていくうちにだんだんとその本質的な重要なスイングが身についていくような YouTube の動画になっておりますので、その場しのぎじゃなくてですね、ちゃんとしたスイングがどんどん身についていきますということですので、ぜひねしっかり見て頑張っていってもらいたいと思います。プロとアマはここが違うんですね。ショットが安定する右手の使い方についてね、解説をしていきます。90ギリゴルフレッスン TV、 今回は質問形式も取り入れながら分かりやすく解説していくブンブン鈴木です。よろしくお願いします。このチャンネルはですね、あなたの悩みを超分かりやすい方法で解決していくチャンネルです、ね、具体的な方法で、あ、これをやればいいんだ、こうやれば自分はできてるんだってね、確認しながら進んでいける、そして一緒に上手くなっていけるチャンネルになっておりますので、一緒に頑張っていきましょう。で、今回の動画はですね、プロは右手がうまく使えるのでショットが安定してきます。でもアマチュアの方は右手を使うと左に曲がってしまうとか、うまく当たらないとか、まあ、いろんな問題がね起きてきます。そのね、正しい右手の使い方っていうのをね、分かりやすく解説していきます。で、今回もね、3つのステップで解説していきます。まずステップ1、ね、そもそもプロとアマの右手の使い方、ね、どこが大きく違うのかというところを解説していきます。そしてステップ2では、どうやったらその、ね、いい右手の使い方、正しい動きが身についてくるのかというところをですね、分かりやすく解説していきます。そしてステップ3では、ね、ドライバー、そしてフェアウェイウッド、アイアンまでそれぞれ、ね、打ち方が少しずつ違います。この対応の仕方についてね、解説していきます。で、それが分かっていればコースでもね、自分で気をつけながらね、練習していくことができるので、でどんどん上手くなっていくし、実践でも使えるようになっていきますのでね、そこまでねしっかり見て覚えてください。ではステップ1から解説していきたいと思います。まずね、アマチュアの方とね、プロの方、右手の使い方の一番の違いというところですね、を解説していきます。まずアマチュアの方がやってしまいがちな右手の動かし方ですね、というのは、振り上げたところから右手でボールに当てに行ってしまうんですね。右手でボールにぶつけるように振っていってしまうという動き、もしくはトップからヘッドを振り下ろそうとしてしまう、ね、手首でヘッドを振り下ろしてボールに当てようとしてしまう、でこういう動きをしてしまうんですね。で、これをやってしまうとボールは低い球になってしまったり、左の方向へ飛んでいってしまいます。なんで右手を使うとね、左に行くとか、ね、右手を使うとうまく当たらないっていう経験がすごくあるんじゃないかなと思うんですけれども、これが右手が間違った使い方をしているというところに大きな要因があるんですね。で、プロはじゃあどういう動きをしているかというところですね。プロはトップの位置から肘が最初に降りて、ね、この時にはヘッドがまだ動かない、そこから肘が少しずつ伸びて、手首が伸びてヘッドが降りてくる。で、プロのスイングというのは肘が降りただけでヘッドがビュンと加速していきます。これがプロがやっている右手の動きになります。アマチュアの人は肘が降りる前に手が最初に動く、もしくはヘッドが最初に動いてしまうので左へ行ったりうまく当たらないという問題が起きてくるわけですね。なのでプロとアマチュアの決定的な違いは、動く順番に大きな違いがあるよということですね。動く順番に違いがあるということです。なのでこの動く順番をしっかりと理解をしていくというのが非常に重要なポイントになってきます。はい、じゃあね、これで一回打ってみたいと思います、ね、アマチュアの方がよくやってしまいがちな右手の動き、
でプロがやっている動きは、この肘が降りてからヘッドが加速していく動きになりますね。どうですこの違い、動きの違いは分かりそうですか。肘が先、肘が最初に降りてくる、ね、肘が先で、そしてヘッドが走る、その後でヘッドが走っていくってことです、うんはい、でこれどういうことかっていうと、ね、振り上げて、まあ、ヘッドをね一番最初に一番当たるときに速くしたいと、で速くしたいって気持ちがあるので、うん、最初にこう速くしたくなる、いきなりヘッドを振りたくなる、そうじゃなくて肘が降りる、で手首はまだ使わない、でもその肘が降りた勢いでヘッドがビュンと走っていく動き、この動きをしたいということですね。そうすると軌道がいいとこから降りてくるんですね。軌道がこれをヘッドから下ろしたり手から下ろしたりしてしまうと軌道がずれるけど、肘から下ろすとヘッドがいいところに降りてくるということですね、はい、なんとなくイメージは分かりますかね、はい、はい、ではステップ2、これをね習得していくための方法をね紹介していきたいと思います。まずアイアンを持ってもらって、アイアンを逆さまにして持ちます。逆さまにして持ちます。でこのねヘッドのところじゃなくてシャフトのところを持つようにしてください、ね、でまずね肩にこう軽く当てるように担ぎます。でまずは最初にこう腕の動きを覚えたいので、ここからこう振り下ろす練習をします。担いだ状態から肘を軽く上げて下ろす、こういう動きをします。で最初はこの地面を軽く叩くような感じ でこの下ろす時にすごく力を抜いてね、肘を楽に落とすような感じで力を抜いて下ろしてください、ね、力をできるだけ抜いて下ろしてくる感じ、そう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 、力を抜いて肘をふわっと下ろす感じで、この時に力んで手から行きたくなる、振りたくなる、肘を伸ばしたくなるんで肘はスッと下ろすだけ、ね、手首もダラーンと力を抜いて落とすだけっていう感じですね。で下ろしていきます、はい、でここから少し体を右に回転をして、でここで同じように最初ここでやった動きを回転したところ、右に向けた状態で肘を下ろしてヘッドが来る、肘を下ろして振る、そう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 、肘を下ろして振る感じ、肘を下ろして振る感じ、こんな感じでとにかく力を抜いてね、手首はとにかくダラダラにして力を入れないようにして振ってみましょうね。ダランと下ろしていく、こんな動きをしていきます。どうですかこの動きは、分かりそうですか、はい、これ手首は下ろす、下ろす、この時手首はまだ何もしてない状態ですね、はい、力が入ってない状態、はい、でここから勢いでヘッドが降りてくるんで、その時に少し右手のこの脈の位置が正面向いてたのを自分の方に向くようにくるんと回ります。こうくるんと回ります。結構ありがちなのがここで手首をこういうふうに、うんうん、スナップのように使いすぎてしまう場合があります。手首ね、これ手首の力でやっちゃってるので、うん、そうじゃなくて担いだものを下ろして力抜いて不安ときてヘッドがいくような感じ、肘からって感じで、この時も手首やクリップはグリップは持ってんだか持ってないんだかぐらいでいいですね。とにかく力をめちゃめちゃ抜いてるよって感じ、こんで以上抜けませんっていうぐらい抜いてください。そうするとこれ力が抜けてれば悪さするような良くない振り方じゃなくて、力抜いた状態で振れますからね。ではこのいい動きと悪い動きを説明していきますね。悪い動きはトップからいきなり手が動いたりヘッドを動かそうとして振っていってしまう、ね、でもちろん最終的には強く振れるようにはしていきたいんですけど、まず正しい順序を覚えるために手首ダランとして落とすような感じで振っていきます。この感じで振っていきます、はい、この辺分かりますか。はい、あのこの前の動画で右を振れ、はい、右腕は振るっていうことを言ってたんですけど、はいはい、
今力を抜くってことは、はい、ちょっと分かんなくなっちゃった。はい、分かりました、はい、これ何かっていうと、最終的には右手を思い切って振ってヘッドも走らせていきたいんですけど、それをいきなりやってしまうと結構ね、いきなり手の方が先に動いたり手首で振りいっちゃうという場合があります。なので今回は順番を覚えると、正しい順番を覚えて、そこから少しずつ速くしていく。そうすると手首とか手先の力を使わないでも流れるようにスピードが上げられていくので、どうしてもね、こうね、こう映像だけ見てビュンっていう音だけを真似したくなると、どうしてもね力で行きたくなってしまうので、これが綺麗により良い動きでヘッドが加速できるというのを掴んでもらいたいということです。でこれができると何がいいかっていうと、ただ振ってるだけだともちろん飛距離は出るしそこそこ打てるんですけども、この正しい順番を覚えるとダフりがなくなってきます。アイアン打つときにしっかりとボールに直接当てられるようになるので、ね、ダフりがなくアイアンもしっかり飛ばせていけるとか、フェアウェイウッドもしっかり飛ばしていけると、まあ、そういうメリットがありますので、ね、この正しい順番を覚えてほしいということですね。で、まあ、ここから手から先に動かさない感覚が身についてきたら、だんだんですね、肘を少しちょっと勢いよく振り下ろしていきます。でこの時も肩にクラブが当たったままにしておいて、肘を少し上げて下ろす感じで 1,2,3 で下ろします。でこの時肘に、イメージは肘に口があるつもりで、肘が 1,2,3 って言ってるつもりで 1,2,3 っていうふうに言います。そうすると肘から下ろす感覚が分かりますからね。 1,2,3 という動き、こういう動きです。でこれがプロが、ね、やっているこの切り返しで、こういう動きありますよね。クラブが立ってタメができているっていう状態で、脇が少し締まって綺麗な折り方になると、これが順番が間違っているとこういうふうに振り出してしまうので、いきなりヘッドから降りてきてしまうので、この動きを覚えたいということですね。これが重要なポイントになっている。肘から順番に来てビュンといく動きで、これでなんとなく素振りで感じがつかめたらね、アイアンを持ってですね、少し素振りをしていきます。で半分の位置まで上げて止めます。トップまでね上げて、少し肘をちょっと上げて 1,2,3 って言いながら振ります。これでやっていきます。アドレスして振り上げる、肘を上げて 1,2,3 と。でこれで打つのは結構難しいので、これでうまく完璧にね打とうなんて思わなくていいので、なんとなく当たればいいかなって感じで 1,2,3 って感じで打っていきます。はい、まあ、ティーアップした方がね打ちやすいと思いますので、ティーアップして感じで打っていきます。すごいとこ当たってる。はい、でイメージが分かってきた、あ肘から下ろすのが分かってきたなと思ったら、少し忘れて打っていきます。構えて振り上げて打つ。でこの打つときはあんまり考えず、もうさっきね素振りをして感じがつかめていると思いますから、あんまり考えずに打つようにしてください。それだけでヘッドがビュンと走っていく感じがわかるかと思いますので、構えたらあんまり考えず打っていくというのをやってください。ではステップ3で、これをねドライバー、フェアウェイウッド、アイアンに生かしていくというところを練習していきたいと思います。まずドライバーでやる場合ですね、ドライバーとアイアンの一番大きな違いは、ドライバーはイメージとしては水平に振るようなイメージです。水平に振るようなイメージ。でアイアンはどちらかというと縦に振るようなイメージになりますね。これは少しイメージの違いとしてあります。まずそこをドライバーのポイントを覚えていきます。ドライバーを覚えるにはですね、この水平にちょっとこう振るようなイメージがいいので、水平に振るようなイメージを持つので、構えて振り上げる、ね、ここから少し肘を上げて下ろす感じで、ちょっとだけですね、ドライバーの場合は少し上げて下ろす感じで
肘を使ってそう勢いをつけてこの水平を打つようなイメージを持ちます。ちょっと逆さまでいくと、ね、横です。上じゃなくて横、ね、このシャフトが腕に当たるぐらいのイメージでこんなイメージで水平に振っていく、これがドライバーのイメージになります。でドライバーの時はより胸が左に向かないように振りたいので胸の向きはちょっと右を向いている感じで横に振っていきます。こういうイメージ。良くない動きは胸がこう左に向いちゃう動き、ね、胸が左に向いちゃう動き、こう外から打ってきてしまうので胸が右にある状態で水平に打つイメージで、さっきのねこのビュンのイメージを横でやる感じで横でビュンと振っていきます。これも手首から動かないように肘が最初に動いてからヘッドが動いてきます。肘はどっちかというとドライバーの上ちょっと横に動く感じなので前に少し出る感じ、横に振りながらヘッドが前にビュンってなるような、こんなイメージで振っていきます。ドライバーは水平に振っていくイメージですね。でだんだん下げてきてでボールを打ちます。でボールをでボールの内側横から打つようなイメージで打っていきます。じゃあちょっとやってみたいと思います。こんな感じ、ね、内側から横に振るようなイメージを残しながら打っていきます。でも、ね、ヘッドから動かないようにこのイメージをしっかり作ってから打っていきます。そうすると少しねこうドローボール左に曲がるような球が打ててきますからね。はい、ではねフェアウェイウッド、フェアウェイウッドのポイントについてね解説していきます。フェアウェイウッドで一番大事なことはですね、地面に当たるということです。地面に当たるということですね。アイアンやドライバーに、あ、まあ、ドライバーの場合ティーアップしてるんでいいんですけど、フェアウェイウッドの場合地面にあるボールを打つので、フェアウェイウッドはねどうしてもトップしやすいと、上を打ちやすいので地面にあるボールをしっかり捉えられるようになりたいということですね。でその時のポイントはアイアンの時一番最初に練習した肘を下ろすイメージで、肘を下ろしてきた時にそこからしっかりと地面にヘッドが落ちるように振ります。ここで結構ねヘッドが地面に届かないで振っちゃう場合があります。手首やヘッドから下ろすと地面に届かないことが起きます。でもここでしっかり肘が降りてくると地面にヘッドが降りてきてくれるので、それをまずねしっかりと覚えます。地面にヘッドが落ちるように、で落ちる場所イメージする場所はこのソールっていうね裏側、この裏側が地面に当たるようなイメージを持ちながら振ってください。ではちょっとね打ってみたいと思います。で最初のうち練習のイメージとしてはヘッドを地面に落とすことに意識を集中してください、ね、落とすだけっていうイメージ、ちょっと極端に落とすだけっていうイメージで、まあたくさん飛んでってないですけどこんな感じでしっかりねヘッドが地面に落ちるという感覚を掴んでください。でそれ落とせるようになってきたら少しずつ強く振っていってもらっていいので徐々に振っていくようにしてください。でこの時もボールの上ですね、トップというボールの上に当たりやすいんですね。フェアウェイウッドはねそうコロコロコロと飛ばないことが起きてしまうので、そういうなりやすい人は右手をしっかり下まで下ろして肘を下ろしてヘッドが地面に降りるように意識して振ってください。でこれでね打った時にちょっとこう球が右に曲がっちゃうよっていう人は少しですねここから振り上げる時にちょっと腰を回しながらバックスイングをすると、振り上げる時にクラブ振り上げる時に手だけで上げるんじゃなくて体を少し回して振り上げてそこからヘッドを落とすようなイメージで振るとドローボール綺麗な球で打てるようになりますのでこう意識してください。
はい、じゃあアイアンのポイントですね。アイアンのポイント、アイアンはどこを意識すればいいのかというところですね。アイアンはですね、結構重要なのがボールの位置になります。ボールをどこに置くかというところは結構ね重要なポイントなんですけども、まあ構えた時ちょっとだけね自分の気持ちより右側にね、だいたい8番アイアンぐらいで両足の真ん中ぐらいに来て、それより短いクラブちょっと右寄りに来るといいですね。右寄りに来ると OK です。で9番アイアン以下、8番アイアン以下、8番とか9番アイアン以下はね右目に置いてしっかり捉えられるようにしていく。でそれ以上長いクラブっていうのは結構難しいので、まあ、ちょっとボールは左寄りに置いてあんまりしっかり当てようとしないで、爽やかに振り抜くようにして、まあ、そこそこ飛んでいけばいいよっていうふうに考えてください。なので9番アイアン以下を、ね、8番アイアン以下、9番アイアン以下をしっかり打てるようにしていきましょうということです。で、ボールを右目に置いてね、で、構えた時にボールが右にあるのでどうしてもね、手を一緒に右に行きがちになると。で、手の位置はいつもと一緒で真ん中よりちょっと左に置くようにしてください。この手の位置は自分で決めた位置に、決めた位置というか、右に行きすぎないように気をつけてください。で、スタンスは少し狭めに取ります。で、アイアンも、ね、しっかり右手を使って、球を捉えられるというのが重要になります。で、右手も上から下にゆっくり下ろしてきて、捉えていくんですけれども、結構右、ね、アイアンはですね、少しフェースがこう開いて当たりやすい、右向いて当たりやすいんですね。なのでアイアンは少し面を返すというか、当たる瞬間ですよ、イメージね、当たる瞬間のイメージはこう当たってきて打った後、こう面がこう左をこう向いていくようなイメージがちょっと欲しいんですよ。あんまりやりすぎると当然左に飛んでってしまうんですけども、普通になんかまっすぐ打ちたいなと思うとこういうふうに開いたまま当てたくなってしまうので、そうじゃなくてちょっとこう左に行ってもいいよって感じ、こう包み込むような感じで、ここはですねこう包み込むような感じでボールを捉えていきたいということですね。まあなんとなくのイメージですけれども、でこれは右手がすごくイメージしやすいんですね。右手を下に下ろしてから振ってくる、そうするとこう自然とここで振り終わった時に包み込むようなイメージができてくると、打ち終わったとここで確認してもらうといいんですけど、ここで頭がこのクラブの上のところが真上もしくはちょっと左向いてる感じ、フェース面の向きでいうと真上よりもちょっと左ね、30度ぐらい左を向いてるところに来てくれる感じ、肘を下ろして振り抜いていく、ここはチェックポイントです。ここで真上よりもちょっと左向いててちょっと面が下向いてるような感じ、ここを結構ねなんかまっすぐ出さなきゃって思っちゃう場合が非常に多いですね。フェース面をまっすぐ向ければまっすぐ飛ぶんじゃないかと思いがちなんですけど、それをやってしまうとねうまくいかないので、特にアイアンはここの包み込む動作ができると綺麗にいきます。でこれで左行っちゃう場合っていうのは肘から降りてなくていきなり包み込む動作を無理やり手でやろうとすると左行ってしまうので、肘から降りながら包み込んでいくという動きが重要です。でこれの練習方法としては、まあ、右手だとちょっと難しいので両手で持って振り上げて力を抜いて肘を下ろしてここで止める、ね、でここで面の動きを面の向きを確認してください、ね、この面の向きが重要、ここを確認する感じですね。トップから振り下ろしてこの位置を確認、こんな感じ でここから徐々に振れるようにしていってとしっかり当たってきますからね。まずは軽く力を抜いて、でここのポジションを確認してください。そうするとクラブのね動き方、だったり分かってくるので、アイアンが右に行かずしっかりとした強い球で打てるようになっていきますので、そこね意識して練習をしてみてください。ちょっと最後に復習をしていきたいと思います。今日やったポイントはね、右手をうまく使っていくというところですね。一番ね、ちょっと分かりやすく言うと、極端に言うと、特に手首やヘッドから動かすんじゃなくて、肘が最初に動くといいですよということですね。そうするとヘッドがきれいに走っていきます。で、ドライバーは横振りのイメージでやっていきましょうよと。ね、で、短いクラブ、アイアンとかは縦振りのイメージになってくる。で、アイアンの時縦振りにしようと思わなくても、縦振りには自然になると思いますから、ドライバーは横振りって覚えておいてもらえればいいと思います。フェアウェイウッドアイアンのね打ち方のところもね使い分けが分かると安定していきますので、そこで繰り返し見てイメージをつかんでできるようになっていってもらいたいと
思います。まあ、こんな感じでね、うまくなっていく方法ですね。プロができててアマチュアができないこと、でもねプロが無意識にできてるからなかなかね、うまく説明してもらえなかったりすることもあるかと思いますけれども、そのところをねできるだけ分かりやすく解説していきますので、これを見てねプロがやっているような動きをですね身につけていってどんどん上手くなってもらいたいと思います。今回の動画はですねプロとアマが一番違うクラブの下ろし方ですね、下ろし方が分かるという方法です。でこの下ろし方というのはゆったりスイングですね、プロのようなゆったり、女子プロのようなゆったりとしたスイングができないとなかなかねクラブをうまく下ろせないんですけれども、ゆったりとしたスイングが身について、そしてクラブがいい軌道、素晴らしい軌道で降りてきて、ね、そして、ドライバーが安定する、ね、スライスで大きく右に行っちゃったりとか球が上がらないとかいうことじゃなくて、安定したボールね、まあ、ストレートボールやドローボールが打てるようになっていくという、しかも家でできるというね、素振りでできるという素晴らしい練習方法になっておりますのでね、一緒に頑張っていきましょう。で今回もね3つのステップで解説をしていきます。まずステップ1、プロとアマの決定的な違いですね、どこが違うのかというところ、クラブの下ろし方で、ね、どこが違うのかというところを解説します。そしてステップ2では、それを身につけるための体の動かし方ね、どんな風に体を動かすといいのかというねポイントを紹介していきます。そしてステップ3では、それをね簡単に習得していくための素振りでできるね、超簡単にできる練習方法です。でこの素振りの何がすごいかというと、間違えようがないというかね、もうこれができれば勝手にうまく触れちゃうよっていうようなね素振りになりますので、ね、ぜひやっていきましょう。そして最後にですね、これを実践でやっていくための考え方ですね、どういう風に意識していけばいいのかというところですね、アイアン、フェアウェイとドライバーまでね、どういうふうにつなげていけばいいのかというところまで解説していきますので、一緒に頑張っていきましょう。ではまずステップ1から解説していきたいと思います。まずプロとアマの決定的な違いですね。決定的な違いは、トップからの動き方にあります。トップからアマチュアの方というのは基本的に最初に手が前に出てしまいます。手が前側に出てきてしまう。ね、でこの手が前に出てきてしまうと、クラブが外側から降りてきてスライス、もしくは引っ掛けて左に行っちゃうと、こういう感じですね。外から降りてきて左に行っちゃうとか、外から降りてきてスライスして右飛んでいっちゃうということが起きてきますね。外から降りてきてしまう。で外から降りてきてるんだけども、それをなんとか修正しようとして内側に戻そうとして体が起き上がってしまうね、伸び上がってトップしてしまうとか、ね、スイングが伸び上がってしまうという人も多いかと思います。これはトップから手が前に出てきてしまうというのが一番大きな問題なんですね。プロゴルファーはトップから真下、もしくはトップ選手だと少し後ろ側に降りてきます。そうすると安定したボールが飛んでくるということですね。手の軌道が外に行かないように、ね、真下もしくはちょっと後ろに下ろしていきたいよというところなんですね。これがプロとアマの一番決定的な差なんですけれども、でもね、このボールを打つのに、ボールを打ちたいのに後ろに下ろせるかって言ったら難しいですよね。やっぱりボールの方にいち早く向かいたいっていうのが、まあ人間の気持ちかと思います。ここにあるボールを打つのに下に下ろすのは非常に難しい。ましてや球をね右に飛ばしたくないとね思ってるのに、こう下に下ろすってことは、なんかこそのまま向こうに右側にね飛んでっちゃうような気がしちゃいます。だから非常に難しいわけですね。なのでこれが非常に難しいと、ね、でこれを解決してしまうと、ね、ちゃんとクラブが手が後ろ側に降りつつ、しかもスライスしないでまっすぐ打てるようになる、もしくはドローボールってちょっと左に曲がる球が打てるとものすごくショットが安定してくるんですけども、その下ろし方が身についちゃう方法をやっていくということですね。ではステップ2で、これがどうやったらできるかというところのポイントですね。何が一番違うのかというところなんですね。これは、まあ、トップまで行ったところで、トップからね、こっからアマチュアの人は手が出ちゃう人というのは、こっから間が作れずにいきなり振りに行ってしまいます、ね、1で上がって2で振りに行っちゃいます、
1、2になっちゃうんですね。そうすると外側から降りてきて、まあこう右に行っちゃうということですね。スローで見ると1、2で入っちゃうと、まあ、僕自身もまあイップスのような状態ですごくドライバーに悩んだ時はまあ怖かったので、まあコース行くとボールにいち早く当てたいので1、2と打ちに行ってしまう状況になったことがあるんですけど もうそうするとちゃんと当たらないし、まあ本当に右ばっかり行っちゃうで、嫌がるとまあど左とかすごい低いボールとか、まあそんな感じになっちゃったことがあったんですけど、これは間が作れないわけですね。怖いからね、1、2で振っちゃう。でプロのスイングっていうのは1で上がってここで間が入る、1、2のって入って3で振れる感じ。この間が入ってくるわけですね。でもこの間を作れって言われても作れないわけですよ。なかなかイメージが湧かないということが起きてくると思います。この間ってね、なかなかイメージが湧かないんじゃないかなと思います。この間をね、今日は作れるようになるし、しかも軌道も良くなるし、そしてフェース面の向きも良くなるというドリルを次に紹介していきたいということですね。こうなっちゃうのを間を作って降りてから振れるようにというのを今日は身につけていってもらいたいと思います。ではステップ3でやっていきましょう。まずね、これドライバーでもいいんですけれども、まあ、アイアンでやっていきましょうかね。アイアンを1本何番でもいいですね。家でやる場合は短いクラブでいいですのでね。ただ家の中の場合はちょっと気をつけてほしいの、まあ練習場でもそうなんですけど、ちょっとクラブが飛んでっちゃう可能性があるので少し気をつけながらやってください。はい、でやり方はねすごく簡単です。こう手をねこう合掌します。合掌ドリルね、なんて名前にしようかな。鎌倉ドリルにしましょうか。鎌倉ドリル、鎌倉の大仏様をね、祈るように、合掌するということで鎌倉ドリルという名前でございますけれども、こう手をねこうやって両方から挟みます。手をね、手でクラブを挟む感じ、合掌します。こんな感じで挟みます。もちろん完全に合掌じゃなくて、ちょっと手は右手が上、左手が下でいいんですけども、まあ、挟みますと。でこれ挟んだままだけだと触れればまあ一番いいんですけど、ちょっとまあさすがに難しいので、軽く指はまあ、ちょっと引っ掛けるぐらい持ってもらってもいいんですけど、本当イメージは、ね、握らない感じ、合掌で左右から押さえてるだけのイメージ。このままでクラブは地面つけなくていいので空中に浮いた感じにしといて、これで素振りをしていきます、ね、まずバックスイング、ここで握りたくなるけど握らないままいきます。そうするとまずね、こう手がクイッとこねちゃうような振り方にならないので、体が嫌でも右に回転します、ね、合掌したまま振り上げようと思うと、ね、腰が少し右に回転します。でこれがもしね勝手に回転しない人は少し意識して腰を回すイメージにしてください。でクラブは遅れる、ヘッドは最後に遅れて上がっていきます。でここから少しクラブヘッドが走ってきてふわっと上に上がってきます。こんな感じになります。合掌したままだとこうしないとクラブ上げていけないので、こんな感じになってきます。これ手でやってしまうとおかしな方に行ってしまうので、腰が先に回る、胸が回ってきて、ここも上がってきます、ね、こんな動きは自然にできてきます。合掌したまま振るとね。でトップに行きます。でトップに行くと右手のところにクラブは乗りますね。合掌したままとこうなるともう持ってられないので、右手のところにクラブが乗ります、ね、でトップの正しいトップの位置に来ます。で右手に乗ってくれると何がいいかって、左手の手首の角度もちょうど良くなる。こうなりすぎるとフェースが開きすぎてしまう、右手に力入るすぎるとね。で右手の上のところに乗ってるとフェース面の向きもいいし、右手にしっかり乗っているので、ね、ここからすごく下ろしやすい状態になりますね。クラブを下ろしやすくなってくるということです。クラブも下ろしやすいし、手も下ろしやすいところに来ますと、ね、でこの合掌したままこのまま振っていきます。そして手が自然に降りてきます。でそこからこのクラブが落ちないように振っていきます。でこのクラブを落ちないように振るためにこのまま振っていくと飛んでっちゃうので、自然に手をねターンしていく、綺麗な手のターンができていきます。で振り抜いていくスイングになります。でこれだと手が合掌しているので無理やり手首でこねたりできないので、
ちょうどいいタイミングで手が返っていくスイングが身についてきます。このまま素振りを繰り返ししていきます。でこれ結構難しいです、まあ、やってみるとね、今日撮影者さんがいないのでね、ちょっと、あれかなと思うんですけど、こうやってみてもらうとね、めちゃくちゃ難しいと思います。まずそもそもテイクバックができない感じになるかと思います。テイクバックができなかったりしますからね、腰から回して、ここから少し、ここからヘッドちょっと勢いつけて上に上げます。ここではちょっとね、手を上に持ち、上に上げる感じ、少しだけね、ちょっと上に上げる感じするとクラブヘッドが上がってきますから、このまま腰だけだとね、上がっていかないですからね。クラブヘッドはここからフッと上げてあげると右手に乗りますから、こんな感じで右手に乗ってあげます。でここから、ね、ポイント、ここがプロとアマの決定的な違いなんですけど、ここから振りいっちゃうのがアマチュア、ね、でもここで少し下半身をちょっとしゃがむ、ちょっとだけしゃがんで振り出してください。ここでちょっとしゃがんであげるとクラブを降りる時間ができます。クラブってごめんなさい、分かりやすく手が降りる時間があります。この手が前出ないで少し下ろせますから、少ししゃがんで振るって感じ、トップまで行ってしゃがんでください。それから振り出す感じにすると、クラブが自然に手が下に降りて、そこから振り上がってきます。でここは少し下半身下がった分は勝手に伸び上がるぐらいでいいの、無理に伸びなくてもいいですけど、軽く伸びながら、膝が少し伸びながら振っていってください。でクラブがすっ飛んでいかないように少し手を返すというか感じになります。そうするとクラブがいつも言ってるね、横向きになってきますから、このままいっちゃう飛んでっちゃうんでね、飛んでいかないように右手が左手の上に来る感じになって振り抜いていくと、ね、こういう綺麗なフィニッシュフォローになりつつ、そしてクラブが綺麗な円運動になってくると、こういうふうにならないよということですね。で振り抜いていくことができます、ね、練習だとこれ本当に飛んでっちゃう可能性あるんでね、やばいなと思ったら軽く指を引っ掛けながら、あんまり握る力をかけないように意識しながら、これで素振りをしていきます。で毎回止まらなくてもいいので、連続でこれで素振りをして、しゃがむしゃがむ、ここもここから行くときも少ししゃがんでしゃがんでってイメージにすると、クラブが綺麗な軌道になってきます。ここから自然に手が降りてきますからね、手が降りてきて外から来なくなります。そこから手が返る感じになってきます。でこれよくね、手を返すと左行っちゃうという人がいますけれども、これ何が起きてるかっていうと、クラブ手がね、ここから少し下に降りてきてくれるとね、下に降りてきてればここから手を返すね、あの前回の動画だった宮本武蔵、手が前に出る動きをしても引っ掛けが出づらいですからね。今日はこの下ろしてくるところの話ですね。降りてきてから、そこから宮本武蔵のイメージで振ってもいいですね。鎌倉ドリル、鎌倉どのドリル、よいしょ、振り上げて重さを感じます。勝手にね、力入ってないからね、握ってないんで、でしゃがんで振り抜いていく、このイメージです。でこれで余裕ができたら少しボールを打ってみます。もちろんこんなのね、飛んでいかないですから、うまくね、なんとなくのイメージですから、ほとんど飛ばなくていいので、これでこんな感じでね、20ヤードぐらいしか飛んでいかない感じだと思いますけども、間を覚えるために打っていきます。間を覚える練習ね、腰から回す、少しヘッドを振り上げて、ちょっとしゃがんで打つ、でフィニッシュな感じ、ね、まあ、僕だと今人差し指と中指ぐらいと右手の小指がちょっとだけクラブ握ってるぐらいの感じですけど、ね、な感じでしっかりスイングになるようにフィニッシュまでいけるようにいきます。振り上げてしゃがんで打つ。でこの時手はもちろん下ろすんですけれども、手よりも少し下半身をちょっとしゃがんでから振るってイメージをした方が楽かなと思います。これは下半身を意識しないで手だけ下ろそうとすると振りづらくなってしまうので、こんな感じで下半身をイメージする、腰を回して
こんな感じで振っていきます。さあこれでですね、じゃあ他のクラブに応用していくという方法を紹介していきます。でこんなのね、実際に打つときねそんな考えられないんですけど、まあ素振りをして、ね、コースなんかでも打つ前に素振りしたりとか、練習場でもね、何回か打ってる合間に少しこうやって素振りをして、ね、合掌ドリル、鎌倉ドリルで、ね、合掌したまま大仏さんを祈ってきます。そしてイメージがつかめたら、ね、合掌してる時のイメージで意識するのは腰の動きだったり、少しトップからちょっとしゃがむような間を作るようなイメージを持っていきますと。じゃちょっと試しに打ってみましょうか。ちょっと極端にいきますね。合掌してる時のイメージでこんな感じで振っていきます。合掌してるイメージで持たないでしゃがんでこんな感じで打ってきます。そうすると手が外から来ないで内側から来ますから、そこから少しね手を右手を伸ばしながら手を返していくようなイメージで打って、ね、球をきれいに捕まえるという動きですね。ドローボールにしていっても左に大きく曲がらずにうまく打つと、間がね2拍子じゃなくて1,2じゃなくて1,2,3みたいなね間を感じられてくるんじゃないかなと思います。それを意識しながら、ね、回してこんな感じ。まあでも実際打つときはね落としね、ゆっくり振ってるつもりでも早く振りに行ってしまうんですけれども、振っていきます。そうするとクラブを待つとか間があるとか手が下に降りるというのが自然にできるような感じになってきます。そうすると体もねこう開かない、胸が残る感じでクラブを下ろしてこれるんでね、こうなると早く体が左向いちゃう、開いちゃうということになりますからね。さあじゃあこれでクラブ、いろんなクラブをね打っていくためのポイントを紹介していきたいと思います。これで打つとアイアンはね本当に引っ掛けが出づらくなってきます。球がねこう左の方にいきなり飛んでいきづらくなってくるので、きれいにねまっすぐ飛びやすくなってきます。でこれも同じようなイメージで打つわけですけれども、アイアンで気をつけるポイントはですね、若干ボールはちょっと右寄りに置いてくださいと。で、あんまり大きく上に上げすぎないで、イメージとしてはトップは胸の高さぐらい、手のイメージはね、自然に1球でもうちょっと上がるので、あんまり上に上げすぎないというのがアイアンで重要なポイントになりますから、あんまり上げすぎないで打つ感じだけど同じイメージで振るという感じです。で、アイアンの場合も基本的にはこう上下が入るんですけれども、あんまりね打つときにその上下っていうのを意識するのは非常に難しいので、素振りで意識しといて、打つときはあんまり上下は気にしなくていいので、ね、腰から回すところぐらい意識して振ってください。こんな感じでいきます。さあじゃあ今度ユーティリティやフェアウェイウッドの場合ですね。ユーティリティフェアウェイウッドの場合、ユーティリティフェアウェイウッドの場合は、ね、こうやって落としてきた時にしっかりと地面にヘッドが落ちなきゃいけないので、素振りでですね地面にヘッドが落ちるように意識して、ユーティリティとかウッドっていうのはどうしてもねボールの上に当たりやすいので、地面にヘッドが落ちるように少し意識をして、ここから手も落ちるんだけどヘッドも落ちるように意識をして素振りをしますと。で打つときもヘッドがしっかりね地面に落ちるように意識をして打っていくといいですね。今いいショットでしたね。でいきます。さあドライバー、ドライバーねやっぱ難しいんです。ドライバーってねやっぱドライバーのポイントは、で今のイメージで腰から行って降りてきますよね。そしたらここから少し右手はちょっと前方向に伸ばすようなイメージ、前回の動画にある宮本武蔵ドリルね、前回の動画概要欄に貼っておきますけれども、右手を前に伸ばす感じ、ね、ちょっと前に伸ばす感じ。そうするとここからね綺麗に
球がスライスしないでまっすぐ回転の球がかかってきますから、右手を伸ばすようなイメージで、ね、結構まっすぐ飛ばしたいと思うとこうまっすぐクラブを運びたくなるんだけど、そうじゃなくて右手を少し前に伸ばすような感じ、ね、合掌ドリルね、鎌倉ドリルした時に降りてきて、そこから右手を伸ばしていくようなイメージで打っていきます。じゃあ行きます。で右手を伸ばす感じ、と今もいい感じのドローボールになりましたという感じになります。そうすると、間を作れると手がね、いいところから降りてきますから、そこから、ね、右手を伸ばしてボールをきれいに捕まえていってもスライスにならずにとかすごいフックにならずにいい球になりますよということですね。なのでこの動きが非常に重要なポイントになってくるということです。でこれは手が下に降りてきてるとやっぱねダフったりトップしたりしづらいんですけど、ここから前出てくるとトップしたりダフったりとかいろんな問題が降りてくる。でこのトップからの手の動きが実は一番重要だということですね。で、まあ、よくある質問でクラブってこうね寝かした方がいいのか立った方がいいのかっていろんな問題いろんなことがあるんですけれども、基本的にはこの手の動きが良くなってくるとね、クラブのヘッドの位置も自然に良くなってきます。でこのドリルをやってると、まあ、自然にねトップの位置クラブの位置も良くなるので、まあ、立ちすぎたり、まあ、寝すぎたりとかっていうことはしづらいですから、まあ、このが鎌倉ドリルでね合掌鎌倉ドリルでね手の正しい軌道を覚えてもらって、で自然にペース面の向きとかもこれね合ってきますから、あのこのドリルを繰り返しね練習をしていってください。で今回の動画はクラブをねうまく下ろせない人、下ろし方がよくわからない人向けの動画になってます。まあ、クラブがうまく下ろせなくて外から降りてきちゃうとかね、こう体が起きるように降りてきちゃうと、でスライスしちゃう、フックしちゃうとうまく当たらないという悩みの方がですね、この動画を見てもらうと下ろし方がわかるんですけれども、で下ろし方がなんで皆さんわからない、うまくできないかというと、正しい位置に下ろしてあと振り方がわかんないからなんですよね。よくわかりますか今言ってること。下ろし方が、まあ、なんとなく聞いてこうやって打ち、ね、下に下ろすといいよとか体の近くに下ろすといいよって聞いたことあると思うんですけど、でも皆さんこっからどうしていいかわかんなくなってうまく打てないわけですよ。下ろすだけだったら別に誰でもできるはずなんだけど、下ろし方が分かってもそっから打ち方がわかんないから、ね、どうしていいかわかんない、うまく下ろしたけど当たる気がしない、まっすぐ飛ぶ気がしないという問題が起きてきて、いくら素振りで練習しても打つときには元に戻っちゃうということが起きているわけですね。なので今回の動画は下ろし方が分かるプラスそこから打つ方法が分かるというのが、この動画のすごいところかなと、自分で思っておるわけでございます。はい、ではね3つのステップで解説をしていきます。まずステップ1がね、どうやって下ろせばいいのかというところですね。どこに下ろせばいいかというところをまずね分かりやすく解説します。そしてステップ2ではその降りたところからどうやったら打てるのかね、どうやってなっちゃってるからうまく打てないのかというところをお話しします。そしてステップ3ではこれをね身につけるための練習方法を紹介します。そして最後にですね、これをスイングの中に取り入れる、ね、流れの中で取り入れられるように実際のスイングでできるようにしていくための方法まで紹介をしていきます。ではまずステップ1から解説していきます。まずクラブをどういうふうに下ろせばいいのかというところですね。まあ、トップからトップまでクラブを振り上げたというところから、この時に気をつけるのは手の軌道です。手がどこに行けばいいかというところを覚えておいてください、を覚えるということです。手が右腰の方に向かってくる、ね、手が良くないのが前側に出る、ね、この耳のラインよりも前に出ると良くない、ね、ここの自分の耳のラインになりますね。ここの耳のラインよりも後ろから降りてくる、下から下に来る、前でないで振り下ろせるといいですよと、これが、ポイントで、この時にクラブの向き、ね、フェースの向きとかを考えてしまうと非常に難しくなるので、
まず手は下の方向ですよと、ね、手が耳よりも前に行かない下ということがまず重要なポイントになります。ここができてるかどうかというのを、まあ動画で確認できる人は後ろから見てもらうといいですけれども、まあ、ここが重要なポイントだということですね。まあ、ここに関して今までもこの動画でもね、まあ、4万回ぐらいお話をしている内容なので、まあ、昔からね見てる人は知ってると思います。でこれをですね習得していくためにどうすればいいかというところをですね次にやっていきたいと思います。ではステップ2でこれをね習得するためにね下ろした後どうすればいいかというところを説明していきます。まずこの下ろした後ですね、クラブを下ろした後にこっからどうしていいかわからない問題が起きてくるわけですね。こっからは実はね、上半身が手上半身うまく使えないと打てないんですけども、この段階で感覚的にはフェースがめちゃくちゃ開いてる、そのまま行ったらど右に行くっていう感覚になってると思います。その感覚は正解ですね。下に下ろすとこのまま行ったらもう右にしか飛んでいかないよという感覚になると思います。そしてダフるんじゃないかという感覚になってくるんですね。その感覚は間違いではなくて、下ろしたところからどう打っていいかわからないと、まあ、そういうふうに感じると思います。で、まあ、この下ろした位置、手が右耳よりも後ろに来て降りてきた位置、ここから何をしなきゃいけないのかというところですね。ここから上半身が回転しながら行くんですけれども、その時にヘッドがしっかりと加速する、加速して打っていくわけですね。ここで多くの人はこのまま手の方が加速したままでヘッドが加速しない状態で打っていってしまうわけですね。ここでしっかりとヘッドが加速していって、この打ち終わった姿勢で右手が上、左手が下という手が変えるという状態になるんですけども、これができなきゃいけないということなんですね。で、これなんでこれできないかっていうと、まあ、このトップで振り上げて下に下ろしてから手を返すという動きが実は難しいんです。この上の位置トップから返す動きはやりやすいわけですね。こっから右手上からかぶせてあげれば返せるので、なんとなくやりやすいと。でもこれが下に降りてからこっから返すというのは結構難しいので、下に降りてしまうとこのままね、このままこう五木ひろしでこう開いていっちゃうという状態になるわけですね。なのでクラブが降りる、そしてそこから返すという動き、この一連の動きはできなきゃいけないということですね。でアマチュアの方が、多くの方がこう良くなってしまう動きとしては、このクラブを後ろ側、手をね、ごめんなさい、手を下に下ろしたいと思った時に体をこう傾けちゃうわけですね。右肩をこう下げるようにして内側に下ろそうとしちゃうと、そうするとこのまま返せなくなって内側からフェースが開いても降りてきて、まあ、右に行っちゃうということが起きてくるわけですね。こうならないようにして下ろして、そこから返せるようにしていくというのが重要なポイントということですね。はい、ではステップ3でこれがね返せるようにしていくための練習方法を紹介していきたいと思います。ね、この正しい位置からどうやったら振れるのかというところを紹介していきたいと思います。まずトップからクラブを、手をごめんなさい、真下に下ろした位置で手を止まります。手を真下に下ろします。でこの手を真下に下ろすときに肘を体の中に入れて真下に下ろすというのはめちゃくちゃ難しいですし、まあ、少しこう右肩が下がりやすいと。でまあ、トッププロは確かに右肘が中に入ってこう下ろせる人もいるんですけども、これはかなり難しいので、肘は少し後ろ側に逃がすというか、体の後ろにあってもいいので、とにかく手が下に下がるということを優先してください。手が下に下がるという感覚が大事です。でこの位置で静止します。こっからどうやって振り抜けばいいかというところですね。こっからどうやって振り抜けばいいかというところです。こっから上半身が少し回転しながら右手が伸びてきます。右手が伸びていきます。で右手が伸びるときに、感覚的にはですね、ここの人差し指のこの腹のところでクラブを押す感覚になります。前方向に押して、その力でヘッドが走っていく感じ。これ押せないとこのままこういってしまうと。でこれが右手を少し押す感じで
ヘッドが追い越していくと、その時に右手はちょっと前側に伸ばすような感覚になりますね。で伸ばしていって、でこの後ですね、この後目標とする地点を覚えます。フォローの位置ですね、この位置を覚えます。この位置で奥の人が失敗してしまうのが、まずクラブがちゃんと横向いてなくてね、これが横向きは正解、こっち向きに横向きになっていると失敗ですよと、ね、しっかりと横向きになっているというのがまず大事なポジション。そして右手が左手よりも上にあるということ。そしてこれがねすごく重要なポイントは肩の関係です。肩がどこにあればいいかというところですね。で多くの人はこの右肩をどうすればいいかというのが分かってないと、ね、右肩を下げちゃう。でも右肩下げなきゃ当たらないという問題があるわけですね。これはどういうふうに考えればいいかというと、右肩は下がってもいいんですが、前方向に下がるならいいよということです。良くないのは右肩が右方向、右足の方向に傾く、これはダメだよということです。右肩が前に下がるのは OK なんですね。でこれ何でかって、体が前へ倒れて前傾しているので、振り上げた時左肩が少し下がって、下ろす時右肩が下がるというのは正解でございます。だけどこれがこっち方向に下がると一気にフェースが開いてしまうので、これは良くないよということです。なのでここで振り下ろして、こっから振っていく位置、ここの位置で目指す位置を決めます。この時に右肩は顎の下にありますね、顎の下、ここまで回ってきてれば OK。 これがここにあると右肩が下がっている状態なので、右肩を少し一緒に回ってきながら顎の下に入ってきて、手が返ったフィニッシュね。ここを目指していきます。ここを目指して振っていきます。でここを目指して振った時に、まあ、よくある間違いが、外から下ろしてきてここに来ちゃうよということになるので、そうならないように手が下に下がった状態、右耳よりも後ろにある状態、こっからさっきの位置へ持っていく練習を繰り返し練習します。連続で振っていきます。でこのとにかく手が後ろにある状態、ここから振り出せばね、ここから振り出せばね、こんな感じで外から降りてくる心配はないので、ここから打っていく、こんな感じで打つ練習をしますね。こっからさっきの位置に振り抜いていく、こんな感じの練習をしていきます。そうするとクラブがね、手とかクラブが外から降りる心配はなくて、手が内側に来る、手が内側に来れば勝手にクラブも全部内側に来ると。でそっからね、多くの人はこのまま振っていっちゃう、それをしっかりと返して振っていくということができるようになるわけですね。これがすごく重要なポイントになるわけですね。まあ、多くの人はこれがどっちかになっちゃうんです。こっからいきなり持っていくか、もしくは内側から来ると開いちゃうかということになるので、内側から来てしっかり左側にこのクラブが来るように振っていくと、内側からこっち左側に振れるようにしていくというのが重要で、この素振りの時はもう行けるだけ後ろに行っちゃっていいです。で後ろに行くメリットとしては、左肩がしっかり回った状態を作れるのでね、左肩が先にこのフォローの方へ回っていっちゃうと、クラブが外から降りてきちゃうんだけど、左肩がしっかりバックスイングの方へ回って残った状態で、そこから右手を伸ばしながら返して、このフォローの位置に持っていくということでございます。ではちょっとこれでね、打ってみたいと思います。で、まあ、練習ではね、さっきの位置で一回止まって、こっから打つ練習、ね、うまく当たらなくていいですからね、うまく当たらなくていいですから、今みたいなイメージでこんな感じで練習していきます。でこの時に左に曲がっていっちゃうよという人は、より手を後ろから振っていく、ちょっと極端なぐらい後ろから振るイメージで素振りしてください。後ろから振るイメージで、右に行っちゃうよという人は、後ろからこのままこっち行っちゃってるんで、しっかりとこの位置、フォローの位置を確認しながら振ってください。フェース面はやや下向いていてね、
クラブが横になっているという位置、この位置に振り抜くというのを意識してやっていってください。まあ、ちょっとここから少しだけ難しい話になるんですけれども、まあ、ゴルフ大事なのは右行ったり左行ったり必ずしますね。たまたまちょうどよく合うとまっすぐ行くんですけど、右行ったり左行ったりします。でその時に右行った時にいい直し方、スイングが良くなる直し方をして左側に行った時は左側に行かないようにするためにスイングが良くなる直し方をするということをしていくと、どんどんスイングというのは良くなっていきます。これがよくやってしまうのが、右行ったからなんとか直そうとして無理やり直して悪いスイングになっていく。今度左行ったら左行かないようにって無理やり直して悪いスイングになっていく。そうするとどんどん悪い方に行くというと、練習場ではまっすぐ行くけど本番行くと全然おかしなことになっちゃうということが、皆さんね、何万回も経験していると思いますけれども、まあ、僕自身も何百万回もやって悩んできましたけれども、まあ、そういうふうにこう何を直せばいいのかね、どっちにどういうふうに直していけばいいか分かるとどんどん上手くなっていくわけですね。最初は右左たくさん曲がったのがだんだん曲がらなくなっていくというのは、正しい直し方をしていくというのが重要なポイントになってくるということですね。これはゴルフが上手くなる、頭ができるということなのでね、まあ、こういう考え方に関してはメルマガでね、書いておりますので、登録してみてください。さあ、では、これは実践に生かしていくための練習方法を紹介していきたいと思います。まあ、さっきの下ろす位置を覚えましたと。下ろす位置を覚えたら、そこから振る練習をしていきます。ね。下ろす位置、下ろした位置から振る。そしてフォローの位置を覚える。これを繰り返し、何回も練習をしていきます。で何度も何度も振ってイメージをつかんでいきます。で連続でこういうふうにね、素振りして流れの中で振っていけるようにしていきます。でだんだんフォローの方を小さいところから、この辺から始めて振るというのに変えていきます。この辺から振る、ね、ちょっとだけこっちに出してから振る。でもイメージはこの低いところからフォローの位置に振るイメージだけを持っていきます。ね、この練習が非常に効果的。ちょっと出してから振っていく。でゴルフって、まあ、ボールがあるんでね、構えたところから左に持っていけないんですよ。だから難しいんですね。これちょっとこっち側に出してから振れるとすごい楽なんです。なんでかっていうと、出した時に上半身はこっち向いてて、下半身は少し先にこっちへ回るという、こう時間差が非常に作りやすいんですね。でこっからだと体と上が全部揃った状態から時間差作るんで結構難しいんですけど、こっちに出しておくとこういう時間差というかね、うねりう感じで振りやすくなるので、なんでこの感じを掴んでいくので、ちょっと出してからで振るというのを練習します。その時はこっからもうあんまり上とか考えないで、さっきのこの下ろした位置に持っていくようなつもりで振ってください。これで繰り返し練習をしていきます。そしてなんとなくのイメージをつかんでいくということです。でこれ何回かやっていくとですね、この位置から低いところからでも当てられる、打てるという感覚が湧いてきますから、そこまでまずねやっていきます。で構えたらここから上まで上げるんじゃなくて、さっきの下ろした位置ですね、下ろした位置まで持っていくようなつもりで小さいところまで持っていって、そこから打つという感覚を練習していきます、ね、上まで上げて下ろして打つんじゃなくて、この下ろした位置、自分が持っていきたい位置を目指してそこまで振り上げて打つような感じでも、勢いでね勝手に上がっていきますけど、自分のイメージはこの辺に持っていくようなイメージで、こんな感じで打っていきます。ではね、後ろからのカメラでいきたいと思います。まあ、このねクラブを下ろした位置、正しい位置から振れるようにしていきましょうよと、ね、正しい位置から打てるようにしていきましょうという練習をしていきます。でこれでまず下ろしたところからですね、正しい位置に下ろしたところから打てるよという感覚を身につけていきます。正しい位置から打ってフォローの位置まで持っていくと、その体の動きを覚えていくということですね。でポイントはこの正しい位置に下ろしたところからも打てるよっていう感覚が分かるというのがすごく大事。こっから打つ感覚が分からなければ、いくらここに下ろす練習しても意味ないですからね。ここに下ろせば打てるよという感覚で、この下ろしたところから打てる感覚を
まずはしっかりと身につけていきます。そして慣れてきたら徐々にですね、ここから少し上に上げてこの正しい位置に下ろすというイメージを持って打っていきます。でこの時自分でリズムを取れるようになるというのが重要です。まあ、自分の取り方でいいんですけれども、宮本武蔵とか宮本武蔵とかね、自分のリズムでいいので、宮本武蔵、宮本武蔵で結構いいのは、やりやすいリズムの取り方としては、上まで行くのが1みたいな、上まで行って下ろすと結構難しいので、上げて下ろすまでが一つのリズムって感じ、宮本武蔵みたいなイメージにするとすごくリズムは取りやすくなります。これを上げて下ろすみたいな、要はトップがね、トップがイメージですよ、トップがここがトップみたいなイメージ、上がって降りたところがトップね、1、2、3みたいな感じで、宮本武蔵みたいな感じにするとすごくリズムが取りやすいんじゃないかなと思いますので、上げて下ろして打つじゃなくて、上げて下ろすまでが一つ、宮本武蔵みたいなイメージでリズムを取っていくといいです。で、まあ、実際打つときはね、その両方やるのは非常に難しいので、ね、自分で実際打つときはこっから下ろすだけでもいいです、ね、振り上げて下ろすところだけ意識して、あとはまあ打てるようにしっかり練習しておいて、その感覚を信じて下ろすことだけを意識しながら打っていきます。とにかくここに下ろすというのができれば、うまく打てますからね。うまく打てる、その下ろしてから打てるように再練習しとけばうまく打てますので。で、下ろした時にうまく打てない場合がありますと。でその時何が起きてるかというと、左肩が先に回っちゃってる場合ですね、左肩がここに残ってれば大丈夫ですということです。で、これをちょっと覚えるためのヒントとしては、ここから下げる時に、ね、手を下げる時に左肩が動かないようにしてここに残しといて下げます。で、この時に、まあ、ちょっとだけ顔を少し前傾深くする、下がるような感じにすると楽です。これが頭が起きるようになってしまったら、左行ってしまうと、ね、手を下ろした時にフェースが開きっぱなしになっちゃうんで、頭が少し下がるような感じで左肩が残ってると、こっから打つというのが楽になりますからね。そんな感じで意識してもらうといいと思います。では最後、じゃあ本番でイメージで打ってみたいと思います。よいしょ、見上げて下ろす、ストップ。ちょっといい感じのドローになりましたね。まあ、こんな感じで、正しいところに下ろすとうまくいくようになってきますから。で、これ理論的な話なんですけれども、これはすごく大事なポイント、覚えておかなきゃいけないところはですね、クラブがいい位置に降りてくる、ごめんなさい、手がいい位置に降りてくると何がいいのかというところをね、お話をしていきます。手がですね、正しい位置に降りるようになってくると、そうするとね、こっからある程度打てるようになってくると、手が正しい位置に降りれば右にドーンと行っちゃうのが減ってくるわけですね。右にすごく行くのがなくなってきます。これは手が前に出てきてしまうと、フェースが開いて右行った時にとんでもなく行っちゃうと。でも手がいい位置に降りてくるようになってくると、右に行ったとしても右ラフぐらいで収まる、曲がり幅が非常に少なくなってきます。で、ここから少し返しながら打っていくわけですけれども、その時に多少フックがかかってしまっても、球が右に出てって左に曲がる球なので、そんな大きく大怪我しないというふうになってきます。そうするとこの狙った枠の中に入ってくるわけですね。これがとっても重要なポイントなんです。まあ、多くの人が練習場で真ん中に打たなきゃ真ん中に打たなきゃってスイングをね、やっていってしまうんですけれども、そうすると、まあ、たまたまタイミングがあった時はまっすぐ行くんだけれども、まあ、ちょっとずれただけでものすごい右行ったり、ね、ものすごい左行きやすいスイングになっていっちゃうわけです。そのなんとか球を真ん中に打つことばっか考えるとね、どうしても手っていうのはどん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 前に出やすくなってきますから。そうすると、練習場ではタイミングがあった時は真ん中行くんだけど、まあ、ずれ出すともうどっちも行っちゃうと、わけわかんなくなっちゃうよと
ということです。ところが手がいい位置に降りてくると、ね、この位置が分かると右に行っても知れてるし、左に行ってもそんなに大怪我しないよという範囲内に収まるようになってきます。これがいいスイングが身についているということですね。どっちに曲がってもそんなに大曲がりしないよというのがすごくいいスイングになっているということですからね。そのためには手を下ろす位置というのを覚えていくというのが非常に重要なポイントになりますので、そういうところをですね理解していってもらいたいと思います。でこの90ギリのブンブンゴルフっていうのはですね、すごく分かりやすくレッスンをしていくんですけれども、見ていくうちにね、やっていくうちにだんだんとその本質的な重要なスイングが身についていくような YouTube の動画になっておりますので、その場しのぎじゃなくてですね、ちゃんとしたスイングがだんだんどんどん身についていきますということですので、ぜひねしっかり見て、頑張っていってもらいたいと思います。で、話が長くなりましたけど、この YouTube はですね、基本的に、同じようなことを話すというのが非常に多いです。で、同じようなことを言いつつ、より分かりやすいようにとか、より一気に変わるようにとか、より新しい発見、変え方、新しく身につけやすい方法というのを紹介していくと。なので新しい理論をどんどん入れていったりとかして、スイングが複雑になっていったりとか、あっち行ったりこっち行ったりとかするんじゃなくてですね、いうことはたまに変わるんですけども、それはより習得しやすい方法を紹介していくだけで、目指すスイングはあまり変わらないで、よく同じようなこと言ってるね、5万回ぐらい聞いたよって思う人もいるんじゃないかなと思うんですけれども、同じような話もが何度もするというのが非常に重要だと僕は思っておりますの で、逆に何回を見てもいろんな動画を見ても混乱しないような作りになっておりますので、ね、繰り返し見ていろんな動画を見てスイングの全体像というものをしっかり理解して、それをね身につけていってもらいたいと思います。スコア出し方とかね、考え方、練習の仕方についてはメールマガジンで毎日8時45分夜ね配信しております。1、2分で読める気軽な内容になっておりまして、読んでるうちになんとなくスコアの出し方とか考え方とかが身についていっちゃうとか、パターの距離感の合わせ方とか、スリーパットしなくなる方法とか、そんなのを配信しております。登録はコメント欄、スマホでできる人はコメント欄っていうところ下のところね開いてもらう、もしくは概要欄のなんかその他って書いてあるとかなを押してもらうとできますし、あとここに出してもらう QR コードですねを写真撮ったりとかしてもらったりとか、カメラ、スマホのカメラを向けるとですね、なんかリンク出てくるので、そこを押すと登録できたりしますので、すぐできますのでね、毎日今6000、もうすぐ7000人の方が毎日登録してくれてると、毎日読んでくれてるという感じのメールマガジンになりますので、すごいとした、はい、ぜひご覧いただければと思います。合宿とかレッスン会のご案内もね、そちらでお送りしております。それではうまく伝わりますように、最後まで見ていただいてありがとうございました。とっても嬉しいです。なんかね、こういうことがわからないよとかあればコメントで書いてもらえればお答えしていきますので、よろしくお願いいたします。それではまた、ブンブー。